い、どうも、アルティメット工房のサミとのんちゃんです。今日は12月の8日、ジャニーズアイランドの初日です。初日です。今日から2ヶ月間の千秋楽まで風邪をひかないように頑張ってもらいたいですね大変じゃない？だって今インフルがさ流行り始めてるんでしょ。ね、流行り始めてるね、本当に。いや、これでさ舞台やってる時にインフルになっちゃったら大変だよね。まあ、あの12月の8日初日を迎えまして、物販も同時に開始したわけなんですけれども、夜まで仕事だったのでのんちゃんにグッズを買ってきてもらいました。買ってきました。最寄り駅はやっぱり有楽町駅でよかった。有楽町でも日比谷でも銀座でも何でも行ける。有楽町から日比谷まで徒歩3分ってほぼ目の前だし、銀座駅も 200m 先って書いてあったから、もう全ての駅歩いても10分もかかんないと思う。JR の有楽町線から降りたらもう目の前が東京国際フォーラムなので。物販はホール D だったよね。そう、ホール D なんだけど、うん、ホール D の方に行ったらこっちではやってませんって言われて、そのホールの方で、うんうんうん、坂道のスロープを登って上に行って買ってくださいって言われて、そういう人たちがいっぱいいたから、うん、その人たちについていけば全然普通に買えるし。結構期待されてたジャニーズアイランドのグッズなんですけど、今回ちょっと少なかったかなって思う。前回物販行ったのが岸くんと神宮寺くんのドリームボーイズの物販だったんだけど、その時はね1万いくらってなったんだよね確か。そう、多かったよね。多かった多かった。なんかボトルとかもあったから、うん。早速じゃあグッズの紹介をしていきましょう。私が毎回物販でね悩みに悩んでるこちらトートバッグ、税込み1800円。結構シンプルなんだね。ジャニーズアイランドって書いてある。すれ違う女の子たちがみんなこれ持ってて、あのちっちゃいカバンで買いに来て買う気がねえなって思って、私はもちろんのんちゃんこれを持ってったのね。いや、知らないんだと思うんだよ。私もだって一番最初横割りの物販行った時、袋もらえると思っていっぱい買ったのにもらえなかったの。もらえないよ。知らない人たちなんだと思う。あー、なるほど。で、前回もそのドリームボーイズの時も私は袋いっかなみたいな感じでそしたら結局袋なかったの。でも今回はねちゃんとあるんで近くで見せると、はい、こんな感じ。後ろは、まあ、無地なんだけど、この上のところにちょっと書いてある。上のところにジャニーズアイランドって書いてある。このちょっとキラキラかかってる部分とか可愛くない？可愛い。このワンポイントが可愛いよね。ね、あ、なんか飛び出てる。あ、本当だ、飛び出てる。ぷっくりしてる。あ、そうそうそう、表現それが合ってると思う。ぷっくりしてる。白だからすぐに汚れちゃわないようにしないとね。はい、じゃあ次、フォトアルバム1200円ということで、めっちゃかっこいいよね。そう、ちょうど私の好きな高橋くんの髪型だったので。おお、よかったね。そう、あ、ベストアーティストに出た時、この3人ともこの髪型でしょ。うんうんうん、確か。え、これじゃあ開けてみる。あの、あれだよね、写真が。そう、写真が入る。写真が入るやつだから、この写真を入れようか。結構しっかりしますか？うん、結構しっかりしてる。しっかりしてるけど、私ここ欲を言えばここ止まってほしい。パッチンで、パッチンとか。欠点はこれすぐこうやって開いちゃうこと。本当だ、パカってみちゃう。そうそうそう、なんかちょっとだけここにねワンポイントこう止めるやつがあったら私的にはベストだった。いいじゃん。おしゃれだね。おしゃれだね。表紙がどっちかわかんないけど、うん、キングの3人がいるのもいいし、うんうん、裏のなんか鍵とカバンと、うん、カバンキャリーケースと地図みたいな、なんかミッケとかにありそうじゃない？ありそう。で、多分そのマークってキングのマークでしょ？うん、キングのマーク。めっちゃかっこいいよ。キングって書いてあるもん。え、じゃあこの流れでフォトセットいきます？前回のドリームボーイズの時はやっぱり買ってほしかったんで見せなかったんですけど、ちょっと今回はあのフォトアルバム、あの写真入れるやつがあるんで開けていきたいと思います。フォトセット1枚800円。はい、1枚800円です。じゃあまず誰から行く？順番に行こう。平野くんから。平野くん、こういうさ物販もさ、あのネットショッピングあればいいのにね。ね、ほんとそれ思う。うん、5枚入ってます。なんかすごい、なんかラフ感ない、この前髪のズレ具合が。ズレ具合がなんかすごいリラックスしてる感じが、多分あえてそういうことにしてるんだろうけど、リラックス感があっていい確かに。そう、なんかない？確かに。でもこれはあえての髪型なのかなって。じゃあ次、じゃん。かっこいい。いいじゃん、階段に座って手をそうやって当てて、手をここに添えて。いいよ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 、かっこいいですね。じゃあ次いっちゃっていいですか？はい、次はこちら、
おー、冬の寒い日とかにベランダに出て、うん、彼女が帰ってきたところをこんな感じで見守っていてほしい。それで見つけたら手を挙げて、お、おかえりみたいな。あー、わかるわかる。やってほしい。わかるわかる。ちょっと今想像できたわ。はい。なんかキング感ある。なんかさ、すごい貴族みたいな感じじゃない？そう、貴族みたいな感じ。貴族感がある。手をこうやって、うん、クロスさせて、うんうん、平野くんだからこそ似合う。永瀬くんも似合わない？こういうの。あー、似合いそう。あの、ファーストライブの時にさ、一番最初椅子に座って登場した時もさ、足組んだりとかしてなかったっけ、みんな。似合うね、やっぱり。そして、こちら。あー、いい。なんかちょっと首をかしげてるみたいな。傾けてるところとか、うん。ちょっと背景が白い壁みたいな。感じなので、この部分、うん、白飛びしちゃってるかもしれないです。実際のものは買ってみてみてください。多分こうやって映像で見るよりすごい綺麗だと思う。そしたら、じゃあ次誰行く？高橋くんと永瀬くんどっちがいい？永瀬くん。 OK、 じゃあ次は永瀬くん。かっこいいじゃん。どこが？全部。なんか前髪をなんかセンター分けしてるところとかも普段しないじゃん。うん、普段結構眉毛隠れてるもんね。そう、普段しないし、普段する眉毛見えてる時もセンター分けとかじゃなくて、うん、なんかもう全部あげますみたいな感じじゃん。うんうんうん。だからなんか新鮮な感じがしてすごい好き。はい、じゃあ次こちら、じゃん。うわ、めっちゃいいじゃん。リラックス感ある。ね、平野くんの時にも言ったけど、今回全員リラックス感あるんじゃないかな。高橋くんでもきっとありそう。リラックス感っていうか自然体っていうことじゃない？リラックス感あるって。はい、じゃあ次こちら。かわいい。ピースしてる。で、階段に寄りかかってる。うん、かわいい。なんかちゃん完全な笑顔じゃないところもたい。あんまりこう笑顔を見せなくない？しないよね。あんまり笑わないよね。でも笑うときめっちゃ笑うよね。あのメンバーがさ、ふざけたりとかしたとき独特の笑い方でね。うん、こちら。こういう座り方してる男の人、私結構好き。結構ドカッと。電車でこれをやられるとイラッとするけど、うん、なんか例えば学校とかでこうやって座ってるとなんかちょっといい。なんかちょっといいって。かわいいよ。かわいい。どこがかわいいの？手をほっぺたに当ててちょっと照れてる感じがかわいいよ。服もすごくおしゃれです。はい、じゃあ永瀬くんも一緒に入れてあげてください。そしてじゃあ一番最後は高橋海人くん。高橋海人くん最後にしたのは何か理由があるの？なんか売られてる順番が平野、永瀬、高橋って感じだったから。ああ、そっかそっか。1枚目はこちら。かわいい。もう全力全開の笑顔だよ。そして次、これのんちゃん好きなんじゃない？この感じ。あー、いい。これがいいんでしょ？この髪の毛がいいんでしょ？そうそう、あ、そう、好き好き。これがいいんだよね。そう、すごいかっこいいなって思った。ベストアーティスト見た時にさ、うん、思わなかった？かっこいいなって。うん、いや、もういつもかっこいいから。みんないつもかっこいいから。はい、じゃあ次。あ、次は横だよ、珍しく。見て、おー、かわいい。うん、これは横だね。なんかかわいい、かわいいっていうか、なんか困った顔みたいな感じがすごい。私は好き。私も好き。みんな好き。みんな好き。はい、いいね。このなんか階段になんかそうやって手をかける系が私は好きなのかもしれない。これはさ、イケメンがやるからこそ入る行動だと思うよ。あー、なるほど。はい。あー、私これいいと思う。これすごくいい。これね、このなんか気だるい感じのがすごい好きなの、私は。なんか全く仕事やる気ないっていうような気だるいんじゃなくて、なんか仕事の中でも気だるさっていうのを感じさせる。わかる？なんか本当にめんどくせえなって思ってやってるんじゃなくて、この仕事の中での気だるさを出そうって思って自分でやってる感じ、もう恋に気だるいのを出してる感じがすごい好き。いいじゃん。ちょっと難しいけどね、説明が。はい、これで戻ってきた？戻ってきたね。はい、この5枚ですね。これを入れてください。入れておきます。パンフレット。お、パンフレット。パンフレット2200円。これが最後かな。淡いパステル系の色のグラデーションになってて、後ろには帝国劇場って書いてる。ちょっとちっちゃいけどね。ドリームボーイズの時のパンフレットは大きかったよね。大きかったね。これはまあ通常サイズって感じかな。色が用紙みたいな。うん、そう。なんかこの触り心地、これやっぱ近くで見せた方がいいな。
はい、こんな感じでちょっとパステルカラーになってるんですけど、ね、色画用紙みたいな質感なんですよね。このマークかっこよくない？うん、これめっちゃかっこいい。金色だから映りにくいんだけど、カメラにはなんかハイハイジェッツが春みたいな感じ、美少年が夏、セブンメンが秋で、少年忍者が冬って感じ。エターナルプロデューサーのところにジャニー北川って書いてあるので、ここだけはねちゃんと見せておきたいなって思った。ストーリー、私どんなのか全く分かんなくて、ちょっとこれを読んでみたいと思います。ショーマスト幸運、この言葉の意味を求めてショーの世界に励む若者たち、皆が考えるのは自分たちに訪れる未来のこと、今の自分たちに不甲斐なさを感じ、このままじゃダメだ、もっと上を目指したいと憤る。1年には12ヶ月しかない、いくらやっても足りないと。そんな若者たちに平野が声をかける。12ヶ月をたどり、その先の13ヶ月目を探そう。そして若者たちと共に地球の12ヶ月を巡る旅に出ることとなる。しかし日本と世界の12ヶ月を巡っても、そこにあるものの多くは悲しみの出来事。若者たちはこの地球を離れ、未知なる世界に答えを求めようと地球を旅立つ。若者たちは13ヶ月目を探し出すことができるのか、進むべき未来を見つけることができるのか、そしてその場所で何と出会うのか。幸せな未来、喜びにあふれた明日を目指す若者たちの物語、ジャニーズアイランドっていうのがストーリーですね。なんかさ、これ匂いがすごい桜餅みたいな匂いする。あ、インタビューも載ってるよ。ジャニーズアイランドインタビュー、時間も空間も自由に旅できるならどこに行きたいって書いてあるんですけど、のんちゃんはどこに行きたい？フランスとイタリアに行きたいです。フランスの方はもうずっと昔から行きたいなって思ってて、うん、小学生の時にネットでラベンダー畑っていうのを発見しまして、うん、そのたまたま見た画像がフランスの風景だったので、それからずっとフランスに行ってそのラベンダー畑を見たいって思ってて、イタリアは普通に水の都とかピサのシャトーとか見てみたいじゃないですかいいですね。そう、それだけを求めに行きたい、イタリアに行きます。だ、時間も空間も自由に旅できるならどこに行きたいっていう質問に、じゃあ平野くん、永瀬くん、高橋くんの回答をお答えしましょうか。アンサー、200年ぐらい前の日本に行って日本男児の心を学びたいです。おお、まあ、これが誰かは言わないけどね。そしてあえて時空を超えず熱海、要するにのんびりしたいということですっていうのが一人。おお、そして天国と呼ばれる場所に行ってみたいですね、本当にあるのかな。買った人は見てみてください。紹介した後にのんちゃんが写真を入れてくれましたいいですね。とりあえずこれはここに入れて保存しておきたいと思います。はい、というわけで今日はジャニーズアイランドのグッズを紹介しました。以上、アルティメット工房のサミとのんちゃんでした。おまけとしてこれも追加で紹介しておきたいんですが、はい、のんちゃん紹介してください。ちょっと最近知ったばっかりなのでうまくは紹介できないんですけど、美少年の金指一世くんです。彼はまだ高校生です。ちょっと何歳以下までか分かんないけど、だいぶちっちゃかった気がする。高校1年生か2年生あたりだったかなそうなんだ。そう、見えなくない？超かわいい、本当に。この間ライドンタイムを見てかっこいいし、かっこいいが出てきたとは言ったけど、うん、やっぱりかわいいしかないわ。ほんとかわいい。はい、なんかそれってなんか壁に寄りかかって立ってるのほんとすごい好き。駅のホームとかでそうやって立ってる人見たら何とか見ちゃう、うん、はい、いいね。ほんとに私それ好きだわ。そうやってなんか棚に、棚とかに、棚とか柱とかに手をかけてる、いいじゃん。はい、一周しました。はい、じゃあ続いてこちら、セブンメン侍の中村麗也くんです。何年か前にセブンメン侍のライブを見てから、その後にずっと後になってからこの人たちがジャニーズのジュニアの子っていうのを知って、あ、応援しようって思って。まだメンバーは全然わかんないけど、これはセブンメン侍に対する
投資です。きっとこれからこの先大きくなっていったらなと思って。であとびっくりしたのが、あのリンネくんの写真も売ってて、ずっと何ヶ月間かリンネくんいなかったじゃないですか。ショークラにも雑誌にもいなくて、見に行くまではいるかどうかは分からないけど、いるのかなって考えたらちょっと嬉しい。ドリームボーイズの時に急遽一人いなくなったじゃん。それがそうなの。かわいい。なんか後ろ振り返ってる感じのピースがすごいいい。これで一周したかな。ありがとうございました。はい、これがチケットのんちゃんいいな、これくれないかな